はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ続きやっていきたいと思います。今回すごいとこから始まってますけどね。この今、鍵鑑定なんですけど、この不思議な鑵ってありますよね。それで、鑑定には220ゴールドって書いてるんですけど、これね、鍵によってね、これだったら540とかでね、1000ゴールドが最高かなみたいだけど、まぁ、ちょっと調べたっていうか、まぁ、聞いたっていうかね、460とかあるんだけど、どうしようかなと思って、これ全部480だったんですよ、ここ。今6個持ってて、まあ景品とかでもらえるんだけど、これだいぶ前に手に入れたやつかな。だけど、モンスターも集めてるので、まあここら辺からやっていこうかなと思いましたね。こっちのステータスとかに関係あるみたいだけど。白い島の鍵。あ、前も白いだったよね。だからそんな強くないんだよな、白いって。もう一個やってみようか。これ460やってみようか。派手な鉱山の鍵、まあ、派手はまだ出てきてないからちょっと白いって白と派手いってみようか。レベル上げがてらね、まあ、配合もしたりしたいけど、ここ変わってないんだ。ということで、もう鍵の冒険なんで、あとね、もうお金いっぱいあるので、まあ鍵がなくなってきたらね、他の鍵を調達するために今冒険みたいなね。今の種類が、195種類なんで200ぐらい集まればいいですよね。テリワンレトルが215種類だったんで、まあそこまで集められるかわかんないけど、ね、やってみよう。これプレセ版だったらね、何がいるとか書いてあるんで、まあ便利なんですけどね。とりあえずこっちからやろうかな。ここ初だね。まあ、若い時は随分無茶をしたもんだが、その年で魔物を旅する謎、お主も無茶なやつだの。うん。まあ、いろんなとこはあるんでしょうね、こうやってね。君、そんな魔物連れていてかっこいいと思ってるの？僕は負け惜しみで言ってるんじゃないからな。あ、キッズだね。他国のマスター出てきてね、うっかり画面変えると消えちゃうので、何回もやらかしてね。何いるのかな、ここ。お！一番左、夜の帝王は捕まえてないです。霜降り持ってきてね。あ、しまった、霜降り持ってきてね。そっか、霜降りないとどうしようもないわ。買っていけばよかったね。骨付きもないね。そっか、お金集めてたんか。まあ、まあ、この夜の帝王もそうだし、どっちもそうだね。このボス倒さないと仲間入んないから、さっさと倒しちゃうか。シャンタクとかね、前回入ってちょっと嬉しかったんですけどね。海の敵とかも出てないのとかね。レベルが、まあレベルっていうか、あのね、ランクって言えばいいんかな、低い、まあ鍵でも、手に入れてないモンスターとかいるかもしれないからね。ミノンは入れたね。夜の帝王だね。ちょっと覚えておきましょう。ボスもそんなでもないんじゃないかな。あ、消しちゃった。バブルスライムとアルミラージャー入れましたね。まあ回復してくれるだけかな。なんかあの神官の姿をしたね、手配のマスター倒してくれみたいなこと言われましたけどね。ちょっと自分消しちゃう可能性あるので、逆さゾンビとかね、前回捕まえたんかな。あれも1回しか出てこなかったんで、だから見逃してる可能性はあるってことだよね。なんでこんなとこで上がるんだろう。この洞窟ではないと思うけど、入った瞬間ボスいるよね。だこういうとこに不思議な鍵あると思うんだけど、スーパー天使、これ作りましたね。あ、出てくるんだね。
ストロングアニマルからできたかな。まあ図鑑ね、埋まれば自分いいので、もう納得する人間なんで、お、やった。これが HP が少ないとなんか出てくるみたいな。お、スライム釣り。まあ、ここは弱いと思いますんでね。スライムツリーはまだ仲間入れてない。はい、出てきましたね。なんかね、100歩歩くと、他国のマスター出てくるみたいな。今、霜降り取りに行ったんですけど、これ196か。今回目標200。多分ね、他にもいると思うので、他国のマスター熱いよね。そこら辺取ればいいかな。で、そろそろ配合も、テリワンだったらね、よく覚えてんですけどね、イルルカの方は結構初見なんで、ゲームボーイ版はあんまり配合の方がね、まあ、知識が、お、こんなちっちゃかったの、トロピカルスライムだよね、これね。あれじゃないんだ。木みたいになってるよね。これが、さっきスライム3出てきたけど、あれからできるんじゃないかな。これからスライム3かな、どっちかだったと思うけどね。あ、燻製と、あー、どうすかな、骨付きでもいいかな。よし。ま、マジか。そんなにいいんだ。あー、前回撮ったやつか。あ、まあまあいいや、ピアノ。よし、これらをちょっと配合しようか。なんだけど、塔みたいなのあったよね。だからそこら辺ちょっと攻略したいかな。不思議な鍵1個ね、洞窟に入ってましたね。そしてここまたボスいると思うんですけど、あ、ダンベラムーチョだね。こんなもんですね、ここはね。特に、まあ変わり映えなかったです。不思議な鍵が起こってたぐらいで。もう一個鍵あったよね。そっち側行きたいんだけど、ちょっと配合してね、新しいモンスター作りたいな。こんなもんすね。まあ、ブチスライムとかいたぐらいなんで、ちょっと海の方、なんか行くかもね。2回ぐらい戦ってみようか。2、3回戦ってみて。あんまがっかりするの出てきてほしくないんだけど、ね、あ、大ウツボ特地。まあ、どうなんだろう。イカズキン、そういえば、あれ、ホエールマージ作る材料になるみたいですね。わあ、まあ、こんなもんかな。場所変えても多分、あんま変わんないよね。キメラ翼は結構怒ってるので、ただ、ちょっと熱いのが他国のマスターぐらいかなっていう。あは、あんま変わりがいないな。これ2体だけじゃないだろうな。3択出てきたのちょっと美味しかったっすね。これ結構大事なんでね。まあいいの出してくれっかな。ほら出た。待って、ダークホーン、これって魔王系配合しないとできないやつだよね。惜しみなく霜降り肉。フォークウィザードも欲しいけどね。あー、ザオリク使われちゃうかな。
倒した今にちょっと肉使いたいから。おう。4つ使えば入っかな。まあ3つでも入りそうだけどな。倒しはないだろうな。オッケーオッケー。絶対会えるってわけじゃないから、まあ使うべき時には使いたいよね。でも配合しちゃっていいかな。4つ使ってるんで多分入ると思いますけど。うわ、オッケー。もう何と分かれても入れたいよね。あ、こんなんいらない。お料理強い、修行のやり直しだ。オッケー。やった。じゃあ、ダークホーン入りたい。これ198種類だと思いますので、ね。よし。あとはもう配合だね。もうそろそろ配合理論見直した方がいいので、自分もちょっとわかんないので、あとは。テリワンの配合方法だったらわかるんだけど、まあ、プラスアルファなんだけどね、ちょっと違うんでね。多分パート1に書いてたと思うんですけど、概要欄っていうかあのコメント欄にね。まあまあ調べながらやるときもあるのでって感じで書いてると思うんで、ね、まあそれがその、まあ、今ですね。多分ね、竜王の上いると思うけどね、確かね。こんなんとか。あ、ビッグアイなんだ。ああ、なるほど。かまいたちもなんかなるね。ウィンドマージかな。なんかなると思うんですけど。あ、もしかしてなるか。ですね。結構いいもの作りすぎてるので、配合理論とかね、ちょっと見直したんですけど、ダークホーンが結構いいのなんでね、やっぱね。ヤマタノオロチとダークホーン配合でできるものもあるし。だから他国のマスターとか多分持ってたりするので、こんなんね、行ってみよう。だから、グレートドラゴンとかね、ライオネックとかね、あんなのとかでもできるし。まあ、それとね、ジャミラスとかでもいいんでしょうけど、ちょっと他国だね。まずは。他国と、まあ、何が出てくるか、まあ、回ってみてって感じなんですけど。めぼしい敵がいなければカットしますけど、ここ、ドライゴンとマタンゴだ。あ、結構いいね。でもまあ、まだ仲間入らないんでね。ここちょっと強い鍵だったよね。やっぱりね、ゲームボーイ版ね、ちょっとプレステ版だけにしかいないのかなとか思ってたやつもゲームボーイ版にはいるみたいなんで、まあいるかなってちょっと思ってたのでね、まあちょっと今いくらか調べたんですけど、あんま調べるとね面白くなくなっちゃうので、まあちょこっとだけ調べたんですけどね。だテリワンレトロの、まあ、配合方法とか、あそこプラスアルファなんです。今回の追加モンスターとかで、ドラクエ7のモンスターとかが追加されてるので、だそういうのがね、なんかに化けるかな、みたいな話ではあるんだけど。フェアリードラゴン捕まえた記憶ないな。作ったっけな。ただね、メスばっかりなんで、もう全部オス捕まえたらね、まあ逃がしたりして、まあ、それでもいいかもね。びっくりした。いたけど、これ多分なんか売ってくれる人だよね。なんだ、買わないのか、それじゃな、アモルズ買わないって。
買わないって商人が言うか普通。こことかも多分なんかいいのあったりするんだろうね。はい、主発見しましたね。お化け枯れ木ですね。ただここにちょっとね、あの他のモンスターもなんか出現したみたいなんで、これは仲間なんないもんね。ウィングスネークだ。これ同士であれができる、何したっけ、コアトル。まだ作ってないけどね。前回テリワンの時結構早くできたんですけどね。案外強いな。ってんのか、キアリク使えるからね。あ、キアリーか、毒か、あれ光の波動まだ覚えてないのか。はい、これで心置きなく回れるわけですけど、あー消えてないよね。さて、プラチナマントっていうのね、ありました、さっきの通り。まあそれだけですね。キアリーがないんだよな。一回出てまた入っか、あの自動回復毒使うボスがとりあえずいないんで、あとカメハ王子倒したらまた行ける場所あんのかな。ヘビコウモリとなんかいた、琥珀草と、やった。案外外にいるもんだね。ここか、行けないの。どっちだっけこれって同じ名前がもう表示されないでほしいんですけど、なんでやねん。さっき行った場所か。もう一個塔あったんだよね。琥珀草とヘビコウモリ捕まえたんで、あとまだ、あ、おっとっとっと、危ねえ。ラッキーだね。何かしら出すぞ多分。動く石像、メドーサボール、あー、これはいらないかな。
捕まえられるしね。メドーサウォーラーちょっと、あれかな。あ、ヤマタノロチ作れるな、その後。ヤマタノロチって、あれだよね。まあ、グレートドラゴンとメドーサボールでもいいか。ヤマタノオロチと、そうだ、ダークホーンだ。あ、ちょうどいいわ。じゃあちょっと作れるかも。メドーサボールは作れるんだけど、捕まえた方が早いわ。あら、あ、強かった案外。あ、よかった。あ、びっくりした。あ、目標できましたね、今回。3つで入っかな。他国のマスターのものだからね。いくらかまあ強いとは思うけど。よし。あ、入んなかった。マジか。ってことは、メドーサボールなんで、肉1個しかないよな、じゃあ。あ、3つあるのか、まだ。ここだ、行ってないの。ここ行って、ちょっと出ますね。それで、まあ、作れるものがいるので、風船ドラゴンと、はい、よし、では風船ドラゴンの相手方を、まあ、探しに行こうかな。あとね、メドーサボールも作れんだけど、相変わらずウツボなんだね。チームも何かになるみたいだけどね。もう一回だけやって違うんでできたらやめよう。お、お化け人でこれ捕まえてないわ。ちょっとラッキーだね。作れたんですけどね。作ってなかった。これはよし。しかもオスだ。何かと配合しよう。あ、ユニコーンはいるな。サマンサって何？あ、これいらねえわ。ピンって。よし。じゃあ戻ってちょっと配合して、まあ、こんな感じですね。10匹ぐらい増えたか、今回。でね、天空に行って、まあ、マネマネがいるので死者の城にそれを捕まえてくればいいでしょう。それで今回終わりだねって配合してね。あとライオネックも欲しいんだけど、あんまやりすぎるとね。こうメタルドラゴンはなんだっけな、なんか出てきたの。これお見合いだったと思うけど、
サマイオロイとアンドレアがね、まあ、不明ってのは、他国っていうか お見合いしてくれたんで、まあ、それだ。よし。はい、ね、ある程度、モンスター捕まえてきたんですけど、マネマネとね、あ、これだ、風船ドラゴンで、ポムポムボムができます。まあ、さっきね、言ってましたけどね。途中でちょっと回線切れちゃったんだよね、喋ってる時。これがまだ作ってないんですかね。マネマネはだいぶ前にもね、出てきましたしね、死者の城ですね。天空の。まあそこにいますんで、何回か捕まえたりしてる動画を出してるんで、ね、まあ探してくだされば、どこのパートでやってたかとか全然覚えてないので、自分。それで、ライオネックと、ダーコーンはちょっともったいないので、メドサボール作れんね。グレートドラゴンとライオネックでできるものもあったので、オクトリーチにもなりますね。逆さゾンビ、オクトリーチにしとこう。オクトリーチ同士でダゴンができるんですけど、ダゴンは小さなメダルで、ね、交換できるので、で、ダゴン同士でまあできるものもいますけどね。とりあえず今回ここまでね。これと、今グレートドラゴンいるので、レベル上げて配合して、それを連れて歩けばいいかな。連れて歩きたいんだけど、もう強いと思うので、このエルフのとこ行ったら、まあ、一発二発で上がると思いますので。だいぶできましたね、今回ね。はい、もうね、かなり強いので、いけっかな。まあ、勝ったらなんかもらえるよね、多分またね。はい、一度これ負けてます、自分。だから、ガンガン行こうぜと、いろいろやろうぜのがいいかもしれない。ね、命大事にすると防御するんだよね。間に合わなかった。凍てつカード邪魔だな、本当に。倒してくれねえかな、そのまま。2匹なれば楽なんで。いけんな、なんとか。やり方間違えなければな。いつの間にカメハオジこんな強くなったんだって話だけどね。これがもっと弱いと戦ったらもっとボロ負けしたってわかりますよ。だから、いろいろやろうぜじゃなくて、戦ってみないとね、どんなもんかわかんないからね。まあ、何回も戦えるんで。じゃあ、作戦だよね、やっぱり。
いろいろ、いや、いの、あ、全部いろいろやろうぜで、勝手次命大事にしよう。で、鉄か波動とか使ってくるから、すげえ下がったけどいいのかな。で、ガンガン、いろいろやろうぜ、命でいいかな。あ、身を守るのか。いけつか波動がすげえうざいので、守ってくれてるから、うわー、まあ、マジかい。いや違うんだけどな、身を守ってるじゃなくて一回出してほしいんだけど、何やってんだろう。 AI がね、無能すぎるわ、本当にどうしようもないもん。なんでそれをやるんだろうっていう動きばっかするから、ヒオリムなんか使わなくていいのに。ここで使ってどうすんだろう。いや勝てんだけどな、やりようによっては全然勝てんだけどね。本気で無能すぎんな AI。 敵にとって有利なもんばっかしてくるもんね。攻撃の方がいいよね。で、まあいろいろやろうぜの方がいいか。あそこ倒してくれれば、ああ、まだ行かないか。ああ。よし。よし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 。あ。なんとかザオリック使ってくれれば。いけなくない。オッケーオッケーオッケー。よし。いけんね。2匹だったら、あーやっぱりもう本当に AI だね。メタルキングだけになったらそんな大して苦労しないので、配信が出れば勝てるぐらいだってね。いろいろかかってっから、輸血カードを使ってくるわけだから、まあ、メタルキングそれでね、ちょっと封じてしまって、キングレオさえ落としてしまえば。
やっぱ数打てば勝てるね。ベホマとか使われたらアウトなんで。え？マヒョド使ってきて。まあ、ガンガン行こうぜのがいいかな。っていうのが魔人斬り持ってるの でハッスルダンス使ってくるから、ね、いけつかはどうせずっと封じてればいいってこと。あれが当たればもう勝てるんで。何してんのドラゴラム。あいいよ、オッケーオッケー。あ出た、やった、倒しました。ああ、よかったよかった。ふう、準備運動は終わりだな。さあ本番だ。最後まで立っていたものが勝ちだって言うだろ。分かったよ、負けは負けだ。これをやるからまた飲むぜ。お、旅人の鍵だって。今の倒さないといけないぐらい強いってことだよね。よし、じゃあ次そこ行きたいと思います。なのでね、今回は、やっぱ鍵あるよね。まだ多分あるな。これより強いの多分出してきてね。まあまた冒険して、亀法寺に戦ってみたいな感じなんじゃないかな。あ、どこ行ってんだ、配合やるって。あ、いいのか。じゃあ最後ちょっとね、ジャミラスじゃなければきつかったのでちょっと配合後回ししましたけど、レベル上げるの大変なんでね。じゃあ旅人の鍵行くときに、オスだから、邪竜戦士ができるんですよ。ジャミラスと邪竜戦士でできるものありますんで、次回それだね。まずメスにしなくちゃないんでね。ジャミラスオスだと思う。ジャリュー戦士は一回あの S ランクで出てきたモンスターですけどね。テリワンレトロの方にはいなかったですね。性別間違えたら嫌だからね。押すでね。よし、女の子の邪竜戦士。これを生まれさせて、今回何匹になったかな。これで今回終わりたいと思います。ちょっと亀法寺苦戦したんで、まあ、苦戦するかなと思ったので、でもまあなんとか何回かやればやっぱ勝てんね。作戦なんだけどね。ただ火力が本当にこっち弱いなってのを改めて実感しましたんで。同じ名前ばっかな。ってのがね、結構いろんなもん装備してたんだけど、この、ね、鋼の牙とか新入の鱗とか装備してね、あの威力だったんで、やっぱきつかったですね。はい、ということで、何作った？はい、こんな感じです、邪竜戦士ね。あとは、作ったの何かいましたっけ？オクトリーチ、ダークホーム、そうだね。ボムポンボム。ね。まあ、いろんなん出来上がりましたけど、またね、次回何かなっていくと思います。これね、ジャミラスとジャリュー戦士でハテナって書いてるので、次回までちょっとジャリュー戦士レベル上げてきますんでね。これ配合して出来上がってから旅人の鍵いただきたいと思いますんでね。よろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。